福島から世界へ挑戦する若者がいます。そこにはどうしても挑戦してやりたいなっていう思いが一つあって、震災で負けてられないなっていう思いが芽生えてきて、復旧復興を担う2人の県職員に復興にかける思いを聞きました。変わり続けることが変わらないものを作る本質、だから伝統ってそういうことの連続で作られてきている。私たち楢葉町駐在は福島第一原発から20キロほど離れた福島県楢葉原子力災害対策センター、県としても現場をしっかり確認をして、それをですね、県民の皆様にお伝えして、さまざまな壁と向き合い一歩一歩前へ進んできた今があります。日本有数の医療機器生産県福島県、福島を医療関連産業の一大集積地へ、美島次世代医療産業集積プロジェクトが進む。無人航空機ドローンをはじめ、福島県ではロボット開発が今注目を集めています。ロボットを通じて福島の復興を、福島の新たな挑戦です。生まれ変わったような気分です。あ、完璧に壊しました。壊しました。俺らは山に行って動物の命を取ってっていうことをやっていますんで、命っていうのをものすごく身近に感じることができるんです。